お盆を故郷や行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュが続いています。 JR 山形駅は朝から多くの帰省客で混雑しています。 JR によりますと、山形新幹線上りは昨日が混雑のピークで、上りの臨時列車を18日まで10本ほど運行して対応しています。また乗車率は午後4時現在 95% から 100% となっています。 JR 山形駅の新幹線ホームは朝から大きな荷物を持った帰省客らで混雑しました。大人数でワイワイできて楽しかったです。もう一つの家族は明日帰るし、夫と二人だけになるので寂しくなります。虫捕りとか。よく何？クワガタです。クワガタ。山に行ったり空を見たり楽しかったです。孫は成長してますね。見るたびにね、やっぱり成長してますね。やっぱりそれが楽しみですね。お墓参り行ったり、いとこと遊んだり、冬休みあたり。 U ターンラッシュの混雑は18日にかけて続く見込みです。